そうですね。今日もう、まあ、自分たちの力を全部、ね、出し切ったので、まあ、作戦をうまく立ててうまくいったのですが、まあ、最後はちょっと惜しかったですね。本当に良かったと思います。まあ、いい収穫になりました。最後、梅野が起用する理由だとしたら、最初のダブルス、すごくいいプレーしてくれて、なおかつチームが、3試合目終わった時点で2次リードしてる場面なので、まあ、最後はもう梅村しかないということで、もうそれで起用しました。一応事前にはその渡辺監督と話し合って、まあ、もし今日最後ビクトリーにいたら、まあ、梅村らしさの方がいいかもしれないという話も事前にあったので、であとはもう当日、まあ、今日の試合の状態によって最後どう誰を起用するかって話して、まあ、先ほども渡辺監督と電話しながら、それで最後やっぱ、そうですね、なかなか主力メンバーが揃わない中で、今日はとりあえずもう1試合目のダブルスをどうにか勝ちに行こうという話で、もう事前にすごく対策練習とかもしてきたので、もう今日は全部うまく作戦通りに進めたので、本当に良かったと思います。まあ、今までだと、まあ、僕らのダブルスが、まあ、ずっと負けてきたので、もう大体ダブルス負けてしまったらもうきついですよね。まあ、特に主力メンバーいない中だと、もう多分そのまま流れで負けてしまうかもしれない。とりあえずダブルスをなんとか勝ちに行って、そこからその後の試合につなげていきたいなと思ってました。